ウッディ島、栄光島、または、フーラム島は、聖砂諸島にある島、同諸島で最大の島である。聖砂諸島北東部のアンフィトリテ諸島に属し、同諸島の北方にある岩礁群と共に干渉を形成している。また、北東に石島があったが、現在は中国による埋め立てが進み、ウッディ島と一体化している。産後礁に囲まれた平坦な島である。 面積は2.1平方キロメートルで、平均海抜は5メートル。気候は熱帯に属し、平均気温は摂氏26.5度。アンフィトリテ諸島。南側の島が、ウッディ島ベトナムと台湾も領有権を主張している。1974年の政佐諸島の領有権をめぐるベトナム共和国との政佐諸島の戦いに勝利した中華人民共和国が、 以降、ウッディ島を含む西砂諸島全体を実行支配している。中国は領有権紛争のある南シナ海の東商軍を南海諸島と呼んで、その全体を海南省三差市としている。そして、ウッディ島を南海諸島の中心とすべくあらゆる施設を建設し、規制事実化を進めている。島は航空海事軍事基地となっており、直径1 6トル程度の島から、 はみ出すように延長2700メートルもの滑走路が建設され、さらに3000メートルに拡張されて、軍民療養になっている。また、2015年10月には J-11 等の戦闘機の展開が、2016年2月には、長距離地対空ミサイル HQ-9 の配備が確認されている。2017年4月には、 アメリカのシンクタンク CSIS が、同東で3月に、中国の J-11 戦闘機が約1年ぶりに確認されたことを明らかにした。三佐市議事堂が置かれている。三佐市は南海諸島全体を管轄していることになっているが、実質は中国が実効支配している、西佐諸島を管轄している。三佐市の住人のほとんどがこの島に住んでおり、 三冊市議事堂は、軍、政府関係者など千人程度のための議事堂である。2015年には幼稚園や小学校が、2017年には映画館が開設された。中国、海南東三足の文章との間に、定期課客船の佐三号が就航している。ありがとうございます。